はい、こんにちは、フラッシュです。今日はちょっと変わった話題ですけども、最近何かと話題のTEAM、まあ、テムとも言いますけどね、海外通販サイト、まあ、中国の通販サイトですよね。 TEAM とかアリエクスプレスとか、まあ、使ってる方も多いと思います。私も使ってます。とにかく安いんですよね、まあ、バカみたいに安いっていうね。これなんでこれがこんな安く買えるのみたいなね、普通に不思議だなと思われると思います。で、実際に TEAM 私、半年ぐらい、まあ、アリエクスプレスはもう少し長い間使っています。で、特にちょっと試しに使ってみようかなっていうようなものをこういったところで手に入れてるんですね。で、まあ、もっと言うと、もう3ヶ月で飽きちゃうかもしれないなっていうようなものでも、ね、うちだったら買ってみるかなっていうふうに思って買ってたりするんですけど、その時のこうコツというか、私がやってることをね、ちょっとお話ししたいと思います。アリエクスプレスはもうこれで数年で、 TEAM は半年ぐらい使ってみて、何かこう被害があったりとか、そのクレジットを悪用されたりとかっていう、その辺を心配される方多いと思うんですけど、私は幸い今までそれらしい被害らしい被害を受けたことがないんですよね。なので、そのあたりをですね、まあ、どうやってやってるかについてお話をしたいと思います。まあ、この動画の目的は、TEAM をはじめとしたその中国通販サイトを利用するときに注意した方がいいですよっていう点を、特に個人情報の保護とか、まあ、安全な支払い方法についてね、触れていきたいと思いますので、参考になれば幸いです。それでは行ってみます。レッツゴー。はい、ということで、そもそも皆さん、TEAM とか、まあ、TEAM ですね、とか、アリエクスプレスをお使いですか？めちゃくちゃ安いですよね。なんでね、これ、こんな安いのかなって思うことありますよね。例えば、これ TEAM の画面ですけどもね、これですか、これ。これ103円で、ペットボトルをベルトにぶら下げるやつかな、なんですけど、103円ですよ、これね、1個ね。で、5個セットだったら460円に2円みたいな感じなんですけど、じゃあこれ、この103円のものを、例えば、まあ、日本だったら Amazon かどっかでね、買うとどうなのっていうことで、ちょっと検索してみると、これと同じようなものが Amazon でもこういう風に売られてますよね。で、お値段は569円と。いうことで、5倍ぐらい違うんですよ。この違い何なのっていう話ですよ。まあ、Amazon だったら安心して買えるかもしれないですよね。TEAM だと心配だということですけど、来るものは変わらないですよ。来るものは変わらないんだけど、届き方が違う。ちゃんと袋に入って届くか、もうボンボンボンって放り込まれて届くかの違いがあったりします。で、まあ、傷ついちゃ困るようなものとか、壊れちゃ困るようなものは、まあ、Amazon か何かで買われた方がいいと思うんですけど、まあ、こういう手のもの、もう、傷がつこうが何しようは別にさほど影響ないようなものは、まあ別に TEAM で買ってもいいなというふうに思いますよね。でも、TEAM で買うとクレジットカードを流出するんじゃないかという心配があるじゃないですか。まあそんな意味でですね、私が何やってるかというと、実はTEAM で買い物するときにはですね、ちょっと気をつけてることがいくつかあるのでご紹介したいと思います。まず支払い方法ですけど、私はクレジットカードは使いません。クレジットカードを使わずに、じゃあ何するかというと、コンビニ先払いって言われるかもしれませんけど、コンビニ先払いもやっぱ私はやらないです。そもそも面倒くさがりなので、何をやってるかというと、ペイパルですね。ペイパルを使ってます。ペイパルもクレジットカードと一緒じゃんっていうふうに言われると思いますけど、まあそうなんですね。ペイパルもやはりクレジットカードとか銀行口座を登録して、そこから引き落としされるようなものなんですね。なんですが、ペイパルってもともとそのシンガポールの法人で、まあ世界的に決済を肩代わりしているような仕組みなので、もう歴史が長いんですよね。私ももう長い間ペイパルを使っていますけども、でペイパルで何かクレジットカードが流出したような記憶もないので、まあ、私は安心だろうなと思って、特に被害がなく使わせてもらってます。で、このペイパルを使う安心性っていうのはなぜかというと、例えば今 TEAM なら TEAM でクレジットカードを使うと、クレジットカードの番号が向こうに知られちゃいますよね。ところがペイパルを経由すると、ペイパルの場合はクレジットカードで支払うか現金で支払うかを選ぶことができたりするので、相手にはペイパルで支払うということが分かっているだけで、クレジットカードの番号とかそういったものが一切伝わらないようになっています。これをやることによって、相手にクレジットカードの番号は伝わらないから、クレジットカード悪用されることが当然ないですよね。だからそういう安心さがあって、私はペイパルを使っているんですね。なので、まあ、支払いに関してはこのクレジットカードを絶対使わずにペイパルを使うことをお勧めします。だからまだペイパル使ってない方はペイパルの口座を1個作っておくと便利ですね。ちょっと最近ね、私が始めた頃と違って、私がもうペイパル始めたのはもう十何年前ですから、当時とは違ってだいぶペイパルの口座開設
に手間がかかるようになってきているようですけど、まあ、そのあたりはちょっとこう一手間かかりますけど、まあ、口座を作っておくといいと思いますね。不正利用のリスクをね、免れることができるということですね。で次にその個人情報の取り扱いなんですけど、まあ、クレジット番号はね知られないでも送り先とか電話番号とかメールアドレスとか全部筒抜けですよね、まあ、これだけはねやむを得ないです。まあ、携帯番号と住所名前ぐらいは相手にどうしても伝えなきゃいけないので伝わってしまいます。まあ、これも教えたくないという方はですね、まあそもそも海外通販サイトは使わない方がいいと思います。はい、それも絶対教えたくないという人はもう使わん方がいいですね。できるだけ値打ちに、しかも放送なんか適当でいいという方は、まあこう Team とかアリエクスプレスなんかがいいかもしれないんですけどね。まあ、個人情報はねどうしてもバレちゃうので、まあ、住所、氏名、電話番号ぐらいは知られちゃう。そのためにですね、やたらいろんなメールが来たりするようになります。例えば、なりすましメールみたいなとか、あとは投資関係のメールね、こういう投資が儲かるからありませんかみたいなメールが来たりとか、あとは電話番号なんかはねとこう登録すると Team かどうかは分かりませんけれども、3ヶ月ぐらい前からですね毎日電話が9時5時ぐらいで電話かかってくるんですよ。でそれももう本当3分おきにかかってきたりとかする時があるので、で大体見ると海外からの電話、オーストラリア、カナダ、インドとかなんとかそのわけのわからんところがかかってくるわけですね。で、まあ、1回だけ出たことがあります。出ると投資の話、なんか片言でウルハシユジさんの電話ですかとか言ってかかってくるんですけど、あんた誰に電話してるのって聞いてあげると、そうあら古橋さんじゃないですかとか言って言われますけどね、あの全然違いますって言って、まあ、切ると。で最近ではね Google のスクリーニング機能っていうのを使って、もう電話出ないんですね。海外からの電話にはもうスクリーニング機能をスイッチすると、相手にですねこの電話はスクリーニング機能で あなたの名前とかそういったものを控えさせていただきますみたいなメッセージが出るのかな。そうすると相手がちゃんと切っちゃいます。切ったらすぐにスマートフォンの通話記録の中からですね、今かかってきた電話を迷惑電話というふうに登録しておけば、まあ、今後一切そこからかかってきた電話は迷惑電話としてブロックされるんですね。それ以外に私がやってるのは非通知の電話は出ないようにしてるので非通知ブロックしてます。まあ、そもそも最近電話で話をする機会少ないですよね。スマートフォンで話するにしても例えば Facebook とか LINE とか電話、そちらの電話を使う機能が多いので、ほとんどその電話番号を使って電話をやり取りするなんてもうほとんどしなくなりましたね。まあ、電話はそういう電話がかかる、まあ、メールも投資案件の、まあ、連絡が来たりとかということがあるので、そのあたりの、ね、こう対応はできるようにしておいた方がいいと思います。そういうのも面倒くさいとなると、もうやっぱりこういうものを利用しない方がいいということですかね。で、まあ、あの Team っていうとかそのアリエクスプレスっていうのは、まあ、めちゃくちゃ安いじゃないですか。まあ、さっき言ったように500円のものが100円ぐらいで手に入るわけですけど、まあ、その一つの理由は先ほども少しお話した通り商品のパッケージが、ね、すごい簡素化されてるんですよ。だからあのプラスチックでカバーするようなところを本当ビニール袋にポンと放り込んでそのまま送られてくるようなことですので、まあ、そういう無駄な包装を省いたり、あとは多分まあすごく安いルートを使ってたりとか、まあ、一説にはねユーザーから得た情報、例えば名簿ですよね、住所、氏名、年齢もしくは電話番号なんかを名簿屋に売ってるみたいなね、そんなこともあるというふうに言ってる人もいます。だからまあいろいろあると思いますけども、その辺はメリットデメリットのこう天秤にかけてですね、どちらがいいかということですよね。まあ、近頃その Team なんかはもう物を届くのもめちゃくちゃ早いですよね。まあ、Amazon のプライムほどではないですけども、それでもどうですかね、1週間ぐらいで物が届くようになりましたからね。そういう意味ではね、まあ、ちょっと恐るべしという感じですよね。はい、ということで別に推奨するわけじゃないけど、私がここ半年もしくはアリエクスペリスだともう数年使っていて、それほど大した被害にも遭ってないので、そんな言われるほど心配じゃないよっていうようなお話を、ね、しておこうと思いました。あくまでもこの今日のお話はね、私の経験をもとにお話ししているだけで、まあ、最終的にはご自身で判断されて、使うか使わないかなんかをね考えていただければと思います。まあ、今日のポイントをまとめると、支払いにはペイパルを使う、それから個人情報の取り扱いには十分注意する、で怪しげな投資案内のメールには絶対に対応したりしないようにとかいうことですね。この動画が皆さんのお役に少しでも立てれば嬉しいなと思います。もし皆さんこんな経験あるよとかこんな被害を受けたよみたいなことがあれば、ぜひ教えてあげていただきたいので、コメント欄にご意見や経験をねシェアしていただけると嬉しいなと思います。
最後までご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルでは、まあ、こういった、まあ、そのガジェットとかもしくはあの通販サイトなんかの、ね、お話なんかも、ね、していきたいと思ってます。今日の情報が、ね、役に立ったよという方は、まあ、いいねボタン、あとは高評価ボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。これからもです、ね、このチャンネルでは同年代の方々の役に立つ情報を、ね、お伝えしていきたいと思ってますので、よろしければチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。岩尾さん、さよなら。もうくれぐれも騙されないように。まあでもね、もう60も過ぎたらさ、海線山線で騙されなくなってますよ。ね。なんでまあ騙されないように注意してくださいね。さよなら。